パキスタン軍がインド軍戦闘機を撃墜。本日、パキスタン軍の報道官が、インド軍の戦闘機が境界線を越えたため、パキスタン軍が戦闘機2機を撃墜したと発表しました。パキスタン軍の報道官は、ツイッターにこのような動画や写真を投稿しております。こちら、撃墜された1機はパキスタン側に、 もう1機はインド側に墜落し、インド軍のパイロット2人が拘束されているとなっております。また、インド軍とパキスタン軍が地上でも交戦をしており、これまでインド軍の兵士5人がけがをしております。この原因なんですが、パキスタンが支援しているテロ集団が、 インドの治安部隊に対しテロ攻撃を行い、40名が死亡してしまい、それに対してインド軍が報復攻撃をし、パキスタン領内のテロリストの拠点を空爆したところ、このような事態に陥ってしまっております。こちら、インドにもパキスタンにもテロの根絶に 協力をしていただき、テロリストを支援し、これ以上ですね、無駄な血を流さず、また、無実の方の命を奪わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。